ガレージザウルス。僕の愛車です。羊の皮をかぶった犬？犬？うん、そんなような感じなんだよね。狼ではなくてですか？そう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 。お店のいろんなことを中でお話できたらと思うんですけれど、はい、お願いできますか？モーターはい、というわけで、お店の中に入ってきたんですけれども、うんうん、まずこのガレージザウルスさんって何年頃にどういった理由でお店を始めたんですか？僕なんかは本当車が好きでね、大学にも進まずに、うん、この業界に飛び込んで、まあタイヤ交換だったりオイル交換だったり、その基本的なことをちょっと覚えようというか、はい、経験したくて、うん、まず量販店にいて、でたまたまその量販店に出入りしていた、エッジケースの部品を納めに来てた、うん、とこの人のね紹介というか流れでポンとチューニングショップの方に、うん、マテッチというか仕事に入って、はい、まだ若い頃ですね。そこで4年間5年間ぐらいちょっと仕事をして、来年で30周年なんだけどね。ああ、そうなんですね。1990年のゴールデンウィークの5月にお店としてスタートしたというのがうちの歴史です。平成2年ですかね。平成2年。修業してたお店さんがトヨタカラーのお店さんだったから、うん、まあ漏れることなくトヨタの車を担当でいじくっていた、はい、当時でいうと AE86 とか、うん、1GG7M のスープラ、はい、スープラソアラ、あの近辺が僕の担当で、うん、自分がトヨタ車を乗っていた、うん、トヨタ車は目つぶっても組める触れるっていうことで、トヨタメインでスタートしたのがザウルス。ああ、そうなんですね。ザウルスを開けて2年目かなんかにね、うん、2J っていうのが出てきてね、はい、ちょうど147のアリストかな、うんうんうん、それをね、まあちょっといろんな裏ルートから先行で 2J のエンジンを買って、おお、いち早く 1J 回 1.5J って言われてるやつだね、はいはいはい、下を 2J にして 1J のヘッドを受けてっていうのをね、はい、実は日本で一番最初にやったのがうちの店なんです。そうなんですね。それぐらいトヨタのがメインでやってた。それがね、たまたまデモカーで走らせてた MR2、はい、3S が乗っかって MR2 がクラッシュをして、うん、当時お付き合いしてたカーボーイっていう雑誌、はい、その雑誌の編集部の方から、うん、林くん GTR 買ったら、うん、もう GTR で名前を挙げないと、うん、業界残っていけなくなるよきっと、うん、っていうぐらい当時ね3人の GTR が出ることによって、はい、業界の中がもうかなり震撼してたんですね。たまたまトヨタ車がそれほど元気がいい頃じゃなくて、うん、そこのとこでね、じゃあっていうんで例外なくうちもまあお金なかったんでフルローンですよ。僕が GTR を買ってきて、はい、じゃあこれをデモカーで走らせようって、うん、言って持ってきたのが一番最初初代のね、はい、ピンク色に塗った GTR ですね、はい、当時はドラッグがメインでやってたもんだから、うん、当然こうドラッグやるとね駆動系がまず一番最初に出てくるパターン、はい、当然エンジンのブレーキも必要だけど、うん、まあそれはそれでね昔トヨタをやってたっていう勢いでそのまま GTR 突入してるから、はい、そのまま、まあ、GTR でも同じようなことをどん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 やって、表見た目はそんなでもなかったけど、はい、エンジン内部とかをねこだわって作ってきたのがザウルスのルーツです。いつもその林さん林さんって言って来てくれる人が、うん、その常連さんが、ストリートのドラッグに行くっていうんで、はい、じゃあ俺も行くよ一緒に行ってたのから始まって、まあビッグメーカーさんですけどね、はい、チケスさんとドラッグレースで、たまたま僕のストリート そのピンクの GTR が当たることになって、うん、決勝戦で僕がチケスを抜いて優勝したとい うーん、それがまあうちが全国区になって一番の発端かな。なるほど。まあ、今で言うとそのなんていうイリーガルな部分もありますけど、うん、その当時は結構そのなんていうんですか、お客さんとそのショップさんが一緒になっていくみたいな話もあったんですか？僕が思うようなチューニングショップのこう理想像というかさ、うんうん、そういうもの自体はお客さんと同じ目線でいろんなことをやっていったら、こういつの間にかお客さんがいっぱいいてね、売り上げも上がってるし、はい、とりあえず食べていくには十分だっていうようなこう仕事に結びついてるというか、変な話ですけどね、一緒にドラッグ行ったりとか、はい、うん、一緒に北海道行ったりとかっていうコアな常連さん自体が、はい、根っからこうザウルスのお客さんじゃない人が結構多いというか、やっぱお店よその店に行っててね、はい、肌が合わなかったとか、うんうん、上手にそのお店と付き合いができなかった
ったっていうのかな、はい、そういうお客さんがたまたまザウルスってどんなのだろうって来て、うん、いやいいじゃないってすごく自分と合うわって言って、はい、こう常連になられたお客さんがかなり多い。へえ、実を言うと自宅がくっついてるんだよ。はい、うん、くっついてるんですか。そう、要はいわゆる住み込み。へえ、家族も住んでる、プライベートガレージだから気持ちが、はい、ああお店とかっていうよりは。そうそう、だから要はファクトリーだったり、はい、工場だったり、うん、金儲けの場じゃない。自分の車をいじる場所であり、はい、その仲間の好きな仲間の車をいじくる場所であり、うん、全てプライベートの中に、はい、こうウェルカムしてるような、はい、自分の中で意識が強いから預かってるお客さんの車をちゃんと傷一つつけずに、はい、盗難とかいたずらなんて持ってのほかだから、自分の車として全て扱う、はい、うちのスタッフだったりお客さんとの話の中で多々出てくるのは、はい、これこんな風につけないんですか、これこういう風にしないんですかって。お前自分の車だったらこんな風にする、いや自分の車だったらここ絶対こう磨くだろう、綺麗にするだろう、自分の車だったらこんな風にしないっていうもの自体を、はい、合言葉で大事にして、へスタッフもみんなそういう気持ち、すごいいいですね、その自分ごとかというか、うん、そう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 、だから、はい、それはお客さんの車なんだけど、うん、こう自分が車を自分の車をいじって走らせた時の喜び、うん、例えばだけど、夜ちょっと走りに行って、はい、おすげえこのターボいいじゃん、うん、でちょっとパソコンいじってセッティングして、うん、お、はい、これこんな変わったよってなった時の喜びっていうのは最善のこう満足を与えたいというか、はい、そういう気持ちはやっぱあるよね。なるほど、さっきも敬語とずっと言ってきたけど、とにかく車は生き物だからすごく手荒くこう扱えばそれなりになるし、うん、一つメンテを怠ればそうなるし、僕らはね本当チューニングっていうのをただいっぱいお金を車に突っ込んでるとか、ただいっぱい部品をつけてるっていうあれじゃなくて、自分の生活に合うような車作り、車の育て方、そういうものをお手伝いするというニュアンスでこう業界の中でずっとやっているんで、ぜひこのね低い敷居をねまたいできてもらって、いろんなこの自分の疑問だとかこの真実だとかそういうものをね追求すべくお店に来ていただける、いろんな楽しい話ができると。全然ね背伸びして何か質問したり、背伸びしてこう何か話をね切り出したりとかっていうのは全く必要ない。僕らもみんなはこう無知な、ただ単に車が好きな、そういう小僧、本当に小僧から始まったこのチューニングだからと僕は思うんだけどね。ありがとうございます、はい、というわけで今日はガレージザウルスさんに取材に来させていただきました。林さんありがとうございました。よろしくお願いします。うん。